ウォーレン軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は212,693人であり、2000年の158,383人から34.3%増加した。軍庁所在地はレバノン市であり、同軍で人口最大の都市はメイソン市である。ウォーレン軍は ケンタッキー州とインディアナ州にもまたがるシ、新シティミドルタウン大都市圏に属している。1803年5月1日に、ハミルトン軍から分離して設立され、軍名は、アメリカ独立戦争の英雄ジョセフ・ウォーレン博士に、ちなんで名付けられた。ウォーレンは独立戦争の開戦に際して、ポール・リビアを伝令に走らせ、開戦後のバンカーヒルの戦いで戦死した。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は407.31平方マイルであり、このうち陸地401.31平方マイル、水域は6.00平方マイルで、水域率は1.47%である。軍域は一辺がほぼ20マイルの正方形をしている。ウォーレン軍は1803年3月24日に第一オハイオ州議会によって創設された。 バトラー軍及びモンゴメリー軍の創設と同時だった。この州法では領域を次のように定義していた。次の境界線に含まれるハミルトン軍の部分すべてクラーモント軍北東隅に始まり、そこから西に軍境をリトルマイアミ側まで進む。そこからは川の蛇行に沿って北上し、マイアミ購入地の第二軍区最初の区分の北境まで進む。そこから西に マイアミ購入地の第3軍区第7地区の北東隅に進む。そこから北にグレートマイアミ側に進む。そこからは川に沿って第5軍区の中央に進む。そこから東に軍境に至る。そこからは南に下り、支店に戻る。当初の領域には現在のクリントン軍にある土地を含み、東はウィルミントン市まで伸びていた。クリントン群は 衆議会にとって問題児であり続けた。オハイオ州憲法では、どの軍も最低400平方マイルの広さがあることを求めている。この条項を満たすために、クリントン軍の境会は何度か調整された。その一つが1815年1月30日に発行された法であり、ウォーレン軍の東端の退場地をクリントン軍に渡した。このことで、 ウォーレン軍の面積は400平方マイル未満になったので、その代償に西隣のバトラー軍の一部がウォーレン軍に移管された。この1815年の法は次のようになっていた。第1条、バトラー軍の中で第5領域の第1及び第2軍区にあり、モンゴメリー軍の南軍境に隣接する部分をウォーレン軍の領域とする。第2条、 ウォーレン軍の領域の中で東軍境に並行し、南北の全長にわたる11平方マイルをクリントン軍の領域とする。軍境の中で、グレートマイアミ川とリトルマイアミ川で定義されたものを除き、直線で構成されている。軍内の主要河川は、グレートマイアミ川であり、軍北西軍のフランクリン軍区を通っている。またリトルマイアミ川は、軍内を南北方向に、ジグザグに流れている。 軍北東部マッシー軍区にはシーザークリークにアメリカ陸軍工兵司令部が建設したダムによって作られた人工庫シーザークリーク貯水池がある。主要高規格道路空港群内にはレバノンウォーレン軍空港と呼ばれる公共空港がある。滑走路は長さ千五百二フィート幅十五フィートの舗装、照明付き南北方向のものであり、侵入路と 並行している。侵入閣支持等アオース、操縦施制御等ウナコムなど、航空管制装置が備えられている。空港の滑走路、侵入路、管制装置を軍が所有している。軍は公共ターミナルを賃貸しているが、その他の施設は民間所有であり、運航支援事業者との契約で運営されている。一般用途及び事業用途に使われているが、 商業便は運行されていない。この他民間所有の空港が二つある。ウェインズビル空港、別名レッド、スチュワート飛行場とシーザークリークグライドポートであり、どちらも草地の滑走路である。さらに別に舗装された滑走路を持つブラウンズレバノン空港とサンマーガレという民間の空港があったが、現在は運行を止めている。鉄道とバス群内では、 現在旅客鉄道が運行されていないが、レバノンとメイソンの間で観光列車が運行されている。貨物列車はカーライル市を拠点にし、モンロー、メイソン、レバノン各市では限定付きで利用できる。昔はいくつかの鉄道が運行され、その停車駅が都市や村になった。その鉄道としては、シンシナティ・レバノンノーザン鉄道、ミドルタウンシンシナティ鉄道、 リトルマイアミ鉄道があり、リトルマイアミ鉄道の路上は現在、リトルマイアミ自転車道になっている。シンシナティ市から、キングスアイランド地域に通勤列車を走らせる企画もあったが、これまで十分な指示も資金も集まっていない。ウォーレン軍を本拠とする公的なバス輸送機関はないが、シンシナティ市から、メイソンや、キングスアイランドまで限定便が運行されている。 ミドルタウンからも、ウォーレン郡内に入っている、市東部へのバス便がある。水路現在群内で、商業的に運行される水路はないが、19世紀に、ウォーレン郡運河が、マイアミエリー運河の支線として運行され、橋家でレバノンまで貨物が運ばれていた。レクリエーションでは、リトルマイアミ側の郡内を通る前兆で、カヌーやカヤックで移動できる。シーザークリーク湖では、 モーターボートも可能である。2011年時点で、水路は岸辺の覗きが多いことや訴訟が多いために予防策として公式には私有とされている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内で使われる電話の運営会社として、スプリントコーポレーションの子会社オハイオユナイテッドテレフォン社、ジャーマンタウン独立電話会社、シンシナティベル社、 SBC コミュニケーションズの子会社オハイオベル社、テレフォンデータシステムズの子会社リトルマイアミ電話会社、ベライゾンの子会社 GTE がある。新聞には、フランクリン、スプリングボロ、レバノン、タートルクリーク軍区で発行される新聞、ミドルタウンジャーナルがある。フランクリンで印刷される、デートンデイリーニューズは、軍北部で購読されている。シンシナティエンクワイアは、 軍の大半で購読されているが、シンシナティポストは2004年に配布を止めた。週刊誌では、ザ・ウェスタン・スターがあり、州内最古の週刊誌であり、アパラチア山脈の西で当初の名前を保ったまま発行されている、新聞としても最古である。メイソンのパルス・ジャーナルやスプリングボロのスター・プレスと同様、ミドルタウン・ジャーナルやデートン・デイリー・ニューズの親会社である。 コックスコミュニケーションズが所有している。他の週刊誌としては、フランクリンクロニクルがある。1990年代半ばの一時期、レバノンに商業 FM ラジオ局があったが、そのオーナーが売却し、新しいオーナーはハミルトン軍に移した。軍内唯一のラジオ局は、ハミルトン軍区にあるリトルマイアミ高校の生徒が運営する FM 局である。ウォーレン群は、 新シシナテ,ィテレビ市場に割り付けられているが、デートンのテレビ局がその市場の一部として扱っている。ウォーレン軍は、1850年代に共和党が設立されて以来、その強固な地盤であり続けている。共和党設立後最初の大統領選挙は1856年のことであり、その時から、これまで1964年に、共和党候補のバリーゴールドウォーターではなく、 民主党のリンドン B ・ジョンソンを支持したことを除き、すべて共和党候補を支持してきた。2008年の大統領選挙では、共和党のジョン・マケインに投票した総数で、州内最高の軍となった。共和党ができる以前は、ホイック党を支持していた。知事選挙で見ても、1869年以降ほぼ一貫して共和党候補を支持しているが、 数少ない例外としては1924年のビッグ、ドナヒー、1932年のジョージ・ホワイト、1952年のフランク・ラウシュ、1958年のマイケル・ブイ、ディサールがある。しかし、ディサールを除き、知事に当選しており、また民主党の保守派でもあった。地方選挙では時折民主党候補を選ぶこともある。1976年、 文政委員3人のうちの2人が民主党員となった。1990年代半ばまで民主党は軍役員の選挙に候補者を出し、ほとんど常に負けていたが、そこそこの結果は残していた。しかし1990年代に人口が急増すると、極端に共和党寄りとなり民主党は候補者を出せなかった。1996年、2000年、 2004年の選挙で8人の軍役員が選挙され民主党候補はいなかった。1999年11月、ウォーレン軍としては最後の民主党役員で教育サービスセンターの委員だった民主党員が共和党候補に敗れた。ウォーレン軍図、ウォーレン軍は下記11の軍区に分割されている。軍内にカレッジや大学はないが、1809年に マイアミ大学の設立場所に選定されたことがあった。マイアミ大学は結局オックスフォードで設立された。1855年から1917年には国立師範学校がレバノンにあったが閉鎖された。いくつかのカレッジが軍内で教室を開くことを提案している。デートンのシンクレアコミュニティカレッジ、シンシナティ大学、ウィルミントンカレッジなどである。 シンクレアコミュニティカレッジは2007年にメイソンに支所を開いた。シンシナティ大学は、週刊高速道路71号線と、ウィルミントン道路の交差点に398エーカーの土地を所有しているが、その開発計画はまだ発表されていない。下記17の教育学区が、軍内の公共教育を管轄している。太字体は主に軍内にあるもの。 社自体は主にに他のの軍内ああるものであるもでブランチェスター市教育学区、ブラウン、クラーモント、クリントン各軍にも入るカーライルローカル教育学区、モンゴメリー軍にも入るクリントンマッシーローカル教育学区、クリントン軍にも入るフランクリン市教育学区合ンローカル教育学区、クラーモント軍にも入るキングスローカル教育学区レバノン市教育学区リトルマヤミローカル教育学区、 クラーモント軍にも入るラブランド市教育学区、クラーモント、ハミルトン各軍にも入るメイソン市教育学区、ミドルタウン市教育学区、バトラー軍にも入るモンローローカル教育学区、バトラー軍にも入るプリンストン市教育学区、バトラー、ハミルトン各軍にも入るスプリングボロコミュニティ市教育学区、モンゴメリー軍にも入るウェインローカル教育学区、ジーニア市教育学区、グリーン。 クリントン閣軍にも入る。ありがとうございます。